あなたはディープフェイク動画を作成してみたいと思ったことはありませんか？特別な知識が必要？高性能な PC が必要？いえ、そんなものは必要ありません。この動画を見れば、1枚の画像から誰でも無料ですぐにこのようなディープフェイク動画が作成できます。ズベルスワップのここがすごいというところで、1番、たった1枚の写真から動画が作成できます。これまでのディープフェイク作成ソフトというのはですね、元の動画と変換させたい動画から数千枚以上の画像を抽出してモデルデータ作成のためのトレーニングという処理が必要です。でこのトレーニングはですね、高性能のグラフィックボードで約12時間から24時間かかります。で PC に標準搭載のグラフィックボードであれば数日から数週間時間が必要になります。私は以前フェイススワップというソフトでディープフェイク動画を作成しようとしたんですけども、このトレーニングという処理を48時間程度行ったんですが、私の PC が、標準搭載のグラフィックボードしかついてないので全く、処理が進展せず満足いく結果が出ませんでした。現在の PC には電源ユニットの容量不足でグラフィックボードを増設できそうになくて、挫折してしまったんですが、ズベルスワップはこの非常に時間のかかるトレーニングが必要なく、1枚の写真から動画を作成できる画期的な技術になります。ズベルスワップのすごいところ2つ目、無料でできる。ズベルスワップというこのプログラムを Google コラボというクラウドサービスの無償版を使用して実行します。クラウド上の高性能なグラフィックボードを利用するので、私のような普通の PC で問題なくディープフェイク動画が作成できます。ズベルスワップのすごいところ3つ目、初めての人でも最短10分でできるところです。まず環境設定に約5分程度時間がかかります。でその環境設定が終わったら、実際1枚の画像と顔を交換したい動画を読み込ませて、処理を待つだけで、これが約5分で完了しますので、最短ですね、約10分ぐらいあれば動画の作成が完了します。素晴らしいソフトなんですけども、ズベルスワップの弱点も当然あります。まず一つ目が、短い動画しか作成できない。これはですね、 Google コラボのメモリーの大きさに依存しますので、6メガ以上のファイルをアップロードして画像処理をするとプログラムがクラッシュしてしまいます。弱点2つ目、顔を変換したい動画を選ぶ必要があるというところです。横顔や顔の前に障害物がある動画は基本変換できない、画像が乱れると思ってください。正面もしくは、角度があっても45度ぐらいまでの動画が変換ができます。それでは動画作成に必要な準備3つ、1つ、Google Chrome が動作する PC。スマホでもできないことはないとは思うんですが、ちょっとしたファイルの操作がありますので、PC がおすすめです。で2番、 Google アカウント、皆さん YouTube 見られてるんで Google アカウントあると思うんですけども、ない人は取ってください。で Google Chrome で Google アカウントでログインした状態にまずしてください。で3つ目、元の画像1枚と顔を交換したい動画ですね。で顔画像は胸から上が最低限写ってるような画像がいいです。顔のアップだけっていうのはエラーが出る可能性があります。で顔を交換したい動画は先ほど述べたんですが5メガ以内でお
お願いします。はい、今回は分かりやすく変換元の男性画像sample.jpg を顔交換したい女性の動画 sample.mp4 からディープフェイク動画を作成していきます。はい、それではやっていきましょう。 Google Chrome を立ち上げてですね、ズベルスワップ GitHub で検索してください。そしたら一番上にですね出てくるこれをクリックしてください。そうするとですね GitHub の画面が出てきますので、そしたら下がっていただいてこのマークですね、これをクリックしてください。そうするとですね何やら、こういった画面が出てきますんで、基本的にはですねこの再生ボタンのようなものがございますんで、これを一個ずつですね上からクリックしていただいていくという形でやります。そうするとですねこういう蛍光の画面が出てくるんで、これはこのまま実行で、でまたこういった操作中ですかっていう画面で出ますので、これはチェックしてください。そうするとですね、ここのマークがくるくる回ってるということは、実行中と。でこういうふうに、ここに緑のチェックが出たら、ちゃんと終了したということなので、次のボタンに、で、クリック。でチェック出ましたんで次のところで、はい、クリック。はい、緑のチェック出たんで次、はい、緑のチェック出たんでまたその次、でここでですね、初めて皆さんにちょっと操作をしていただくんですけども、まずですね、こちらにファイルのアイコンがあるので、これをクリックしてください。ズベルスワップというものが出てくるんで、ここをちょっと展開してください。このエキザンプルっていうところを展開してください。でこのイメージっていうところにですね、変換元の画像をアップロードしてください。で、このサンプルのファイルをアップします。で、このビデオっていうところに顔交換したい動画をアップロードしてください。そうするとイメージのところにサンプル .jpg っていう変換元のファイルがアップされました。で、こちらのビデオというところにも sample.mp4 という顔交換したい動画がアップされます。でこういうふうに確認がたまに出るんで、これはもうそのままクリックしてください。でまずターゲットタイプ、今回は動画にするのでここビデオにしてください。でソースパス、これが変換元のファイルなので、sample.jpg、で今回ビデオに動画にするんで、一番下のとこをですね、さっきアップロードしたファイル名にしてください。ここはですね、写真から写真に行くときはここに入れるんですけど、今回は写真から動画なので、ここのパスを変えてください。で、クリック。そうすると、またチェック出たんで、このここですね。緑のチェックが出たんで、次ですね。で、ここはですね、画像から画像に変換する場合は、ここをやるんですが、今回は画像からビデオなので、ここですね。ここをクリックしてください。そうするとですね、結果が現れましたんで、ここで、再生ボタンを押すと、はい、
ちゃんと変換されていることが、分かると思います。あとですね、こちらのエグザンプルのリザルツっていうフォルダがあるので、ここちょっと展開していくと、リザルト .mp4、 これがですね実際のファイルなんで、これをこのままこちらをクリックして、ダウンロードしていただくことも可能です。でダウンロードされたものをクリックすると、このようにですね動画プレイヤーで再生がされます。快適にですね動画を作成するためにということで、 Google Collab Pro の契約をお勧めします。 Google Collab はですねリソースを皆さんで共有して使ってるんで、まあ無料で使えるということなんですけども、まあ、あの数時間これ使ってるとですね GPU バックエンドで接続できませんという使用上限に達することがあります。でこれが出るとまた何時間後に使えるかわからなくなりますので、私はもうすぐにこれを契約しました。そうするとですね基本的にはもうあのこの画面一切出てくることがなくなりましたので、ご契約をお勧めします。で次ですね、メモリー容量が2倍になるので2倍長い動画が作成できると、まあ、もともと短い動画しか作成できないんですけど、これを契約することによって約2倍の動画作成できますんで、こちらもおすすめの理由になります。で最後ですね、高速な GPU グラフィックボードが割り与えられるということで、待ち時間を短縮できます。何種類かですね GPU があるそうなんで、その中でも特に高速なものが、有料のユーザーに割り与えられますので、ぜひ Google Collab Pro の有料版契約をおすすめします。快適に動画を作成するためにその2、動画編集ソフトの使用をお勧めします。まず顔交換したい動画の画質変更を行い、より長い動画を作成することができます。特に動画のビットレート、1秒間あたりのデータ量を落とすことにより動画のサイズを小さくすることができますので、これによりアップロードする顔交換したい動画を長くすることができます。でもう一つ、作成した動画をつないで1本の動画にまとめることができます。1回あたりの処理では長い動画を作成できないので、それらを動画編集ソフトでつなぐことによって長い動画を作成することができます。まとめです。ズベルスワップは画期的なディープフェイク作成ソフトです。たった1枚の写真からディープフェイク動画が作成できます。Google コラボ無償版を使用して実行するので無料でできます。環境構築約5分、動画約5分程度で作成が可能です。ということで皆さんも動画作成にチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。